秋篠宮さまですが、はい、今日56歳の誕生日を迎えられ会見に臨まれました。はい、もうテレビご覧の皆さんもよくご存知だと思いますが、これは生で今日行われるわけではなくて、事前に記者会の方が、質問をお願いをして、この会見自体も収録をいたしますが、発表されるのが、今日の、ね、長官あるいはこうテレビということになります。でその中でやはり一番言及された言葉がですね、こちらです。我々これ一時だけだと公と読みますが、今回公使という呼び方、公と私という呼び方をされて、秋篠宮さまは公と表現をされています。この公についてですが、はい、こちらです。公というものがやはり今回のお孫さんのご結婚に関してはですね、やはり今時の時代なんだから、やはり皇室といえどもその私の事情を優先したんじゃないかというような批判もあったということもよく分かっているという前提でもう明言されました。公は常に私に優先されるべきである。これは我々一般の家庭ではなくて、やはり皇室というものはここにもあります。皇室のあるべき姿なんだと。しかもやはりご自身が教育を受けられた上皇陛下がこういう方針を貫かれたんだということもわざわざもう一度言及をして、ご自分だけではなくて、やはり皇室というものは個人より公を優先するんだと、これ疑念を抱かれた国民に対しても明確に話をされました。で、その上でですね、この考え方を持っているのは皇室全体なのだと、秋篠宮家だけではないということをやっぱりおっしゃりたかったんですね。でそこで、やっぱり言及が出てくるのが今回結婚された眞子さんです。あえてもという言い方をつけましたけども、こういう言い方をなさいました。つまり基本認識として皇室ですから、眞子さんも含めて公というものを大事にしている。でしかしながらここですね、常に公的なものを眞子さんも優先してきているんだと。で国民にはやっぱりこの結婚の問題を明らかにしてからですね、4年経ってると、その間もずっと、彼女はという言い方をされましたけれども、眞子さんは公的なものを優先してきているので、そんなに批判があるように、私というものを優先するんだったらですね、その姿と矛盾するでしょうというような投げかけもされているわけです。その上でですね、やっぱりこういう、課題も提示されています。つまり女性皇族、これ眞子さんのことでしょうね、そして男性皇族ご自身も含めてですが、やっぱり手続きと立場が違うんだと、これは国民に分かってもらいたいという意味だと私は取りましたが、やっぱり結婚一つ取ってもですね、皇室会議を経て行われるか行われないかということがあるんだと。だからご自身としては公というものが皇室の揺るぎない価値観として持っているけれども、その女性皇族まだ佳子さんもいらっしゃいます。そういうと佳子さまのことも念頭に入れると、ここです、2つでもって性格が違ってくるんじゃないんですかというような表現もされました。そして2つ目のキーワードは私の判断ということもおっしゃいました。それがこちらです。私の判断というのは3つの、結婚に伴う儀式をあえて私の判断で行わないと明言をされたのは、冒頭申し上げたように皇室としての判断ではないということもおっしゃりたかったんだろうなと私は拝察をいたします。それはやはり皇室の判断ということになると、分かりません、上皇様と天皇陛下もう近しいですから相談もされたかもしれない、しかしあくまで自分が決めたんだということになさらないとですね、やはり上皇様と天皇陛下も同じお考えですかと、国民に受け取られないようにという配慮が私はあると思います。そして最後はですね、これ秋篠宮様は今回に限りませんけれど、必ずこういった定例の会見の時に次への課題を提示をされます。はい、こちらです。それが今回のような皇室としては納得しがたい記事がたくさん出たことに対してですが、やっぱり一定の基準がいるんじゃないでしょうかと。でそれも宮内庁と相談しながら考えていきたいという、これからのことも言及をされたわけですが、さあここでやっぱり問題になってくるのは宮内庁をわざわざここでおっしゃったってことですね。ですからやっぱり皇室の結婚に関しては宮内庁も関わりがあります。それからそれに対するいろんな、これマスコミも含めての国民の反応、そういったあたりもちょっと宮内庁これからよく一緒に考えていこうよという、このテーマ宮内庁の側がこれから答えを出していかねばならないという会見でもございました。はい。